はい。皆さん、こんにちは。村長スタジオです。今日は、先日から一度レポートはしましたが、XP ペンのタブレット、これですね。これを買って、動画編集ソフトのダヴィンチの編集がとっても早くなったというお話をしたいと思います。例えば、カットページの方に行きます。もちろん、今はペンタブレットでマウス操作もしています。 カットページは特にこの上側のここですね。ここのところが全体を見渡せていいんですけれども、やっぱりマウスでというのは転がすというイメージがあるんですが、これは例えば最後のところへ持っていくときもこのようにしたり、前に持ってくるときもこのようにしたりということ、もしくはこのルーラーのところをこう引っ張ると、こう,こういうふうに、 移動ができるということですね。そして、もちろんこちらも一緒です。メインのこのトラックも、ということで、移動が簡単です。これを僕の使っているトラックボールでやろうとすると、なかなかこうはいきません。ここで、 行くんですが、こっち行った時にまた戻ったりというのが1.5倍というような評価がいいでしょうか。こちらの方が移動が、例えばこんなことですね。こういうのを考えたら1.5倍から2倍ペンタブの方が優位だということがわかると思います。そして XP ペンのデコプロという 左手デバイスがついていたり、ここにジョグシャトルがついてたりするんですね。これをどのようにしているかというと、この丸いところありますよね。丸いところの中側は、ぐる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 指でなぞれるんですけれども、これを1秒移動ということにしています。これ1秒ずつ飛ばしたり、1秒ずつ戻ったり、 このようにしていますでももう少し狙ったところまで動かした後にですね微妙なところを動かしたい時は外側のリングですねリングを回すと1フレームずつこのように回すことができますスピードエディターで言えばこのジョグと同じようなことです これがもうここにあるのでですね僕はスピードエディターを使っているんですけれども特にカット編集はまあこちらでもいいと思うんですけれどもでもこのようにして動かしてですねそしてカットはここにボタンを割り付けてあるんですねで、はい、ここでカットできましたねこのようにしながら 不必要な部分をどどどどんどんんどんカットしていきます。このようにできるわけですね。そしてここに「delete」をセッティングしてますので選択して「delete」するとカットができますからこれなら今までのやり方とは違って例えばちょっとこれボリューム上げておきますね。山が見えやすいように、 しておきます。音声の山ですね。そして、ここで、まず先にですね。どん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 こうやって。カットしていく。 そして先にカットしおいて、こう選びながらデリート。こういう方法もありかなというふうに考えています。もしくはボタンのここですね。1番2番のボタンにイン点アウト点をやっています。ですからこうやって、そしてぐるぐりっと回しながら決めたところで アウト点を打って、そしてそこをカットしていくというのもありです。これなら、例えば今ここ音楽がありますけれども、イン点ン。そして、はい。ローラー回すよりやっぱりこれが早いですね。はい。 ここでアウト点打って、そしてデリート。はい。これ案外早いですね。というような感じでカットページでは使っています。そしてここにはコントロール Z を割り当ててありますので、ここでパッと戻すこともできます。もう一度カットします。はい。こういう風うにカットページはできるんですね。 でも何度も言うようですけれども、このスピードエディターがあるので、カット編集の部分は案外これだけででもいけるんですよね。でも、エディットページなんかでは拡大縮小をしたりとか、こういうところも案外頻繁に動かします。そして、ここもやっぱりスクロールが楽です。そして、 同じくこのジョグはそのまま動きます。はい。細かくやりたいときはこうですね。そしてもう少し拡大しおきます。はい。微妙に動かすとき。はい。そしてカットは同じです。 はい。これもですね、このジョグよりペンの方が早いんではないかなと思います。ペンはこのようにして、そしてカット。カット。はい。このように切っていけます。そしてそこまでいけば、このスピードエディターでリップルデリート。 これもいいと思いますし、もしくはピュッとだけこう選択してですね、そして普通のデリート。これリンクがかかってますので、ここだけ、上だけででも下まで一気に行きますね。そしてデリート。こういう形で編集するのも楽ですし、大きくしておいたときに、まあ横スクロールも案外こう、こんな感じです。 はい。先ほどと同じように、こんなことやってみましょう。これがとっても便利です。そして、まあ、テキストを入れたりするのも、ドラッグ。これも、慣れるまでは感覚がわかりにくいんですけれども、でも、慣れてしまえば、マウスよりもパッと飛べる。例えば、 ここで今マウス操作をしていますけれども、インスペクターを出したり消したりというのは右上角なんですね。そこまで行くのも、こうやって案外早くですね、移動ができる。はい。テキストをこのように引っ張ってきたりしながら、はい。そして、インスペクターを出したり入れたりというような、この移動が案外楽ですし、そして、 ペンのところにもスプリットをこのボタンのところにもつけてありますからカチッカチッとこういってですねでカットしたいときは、えー、ここを押せばこのようにはいどん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 カットができるというふうにしてますしボタンはここに2つ使えるようになってるんですね下側のボタンは右クリックですね はい。右クリックができるようにしています。こんな感じで、ペンタブレットはとっても編集に威力を発揮してくれます。あと、エディットページで重要な、ここのスナップオンとリンクですね。これ、今、ペンタブでやってますが、これはもうペンタブやるよりも、ショートカット方が早いですので、ここで、ショートカット。はい。 このようにキーを割り当てています。どうでしたでしょうか今日はペンタブレットを使ったラヴィンチディロルブの使い勝手というお話をさせていただきました。僕はとっても気に入っています。村長スタジオでした。